漱石三望の冬は、芥川龍之介の短編小説である。1923年1月に、サンデー毎日に掲載された。夏目漱石についての回想を綴った作品である。芥川にはこの他に、漱石を、そうしてその机の後、2枚重ねた、座布団の上には、どこか死子を思わせる、性の低い反白の老人が、あるいは手紙の筆を走らせたり、 あるいは、東本の詩集を反映したりしながら、単然と一人雑っていると描写した、漱石三謀の秋や、漱石の葬儀の時のことを書いた、葬儀期といった作品がある。漱石の家を訪れた何度かの思い出が書かれる。漱石没後、M に案内されて、かつて訪れた部屋を見て考えにふける。大学生時代の芥川が K と最初に、漱石を訪れた時、 漱石は自分はまだ生涯に三度しか万歳を唱えたことはないという話をして、芥川らは部屋の寒さに震えていた。別の日には漱石から文を売りつて口をこするのも良い。しかし回復方は商売である。それをいちいち注文通り引き受けていてはたまるものではない。品のためならばとにかくも、慎むべきものは乱作であるという助言を受けたことが記される。 漱石の没後、漱石散歩を訪れた時に家族から部屋の寒さに対して漱石が京都あたりの茶人の家と比べてみたまえ。天井は穴だらけになっているが、とにかく僕の書斎は雄大だからねと豪語していた話を聞く。穴は今でも開いたままである。ありがとうございます。